はい、おはようございます。ブラッシュミュージックのウェルカンマンです。えー、このポッドキャスト、そして YouTube の方では、えー、音楽ビジネスを中心に、えー、最新のニュース、時事ネタなどをピックアップして解説し、えー、僕の意見も混ぜて、えー、紹介していきたいと思っております。えー、今回もですね、Spotify 続きになっていますが、せっかくなので、えー、皆さんにぜひ のねいいところを知っていただきたいということで、えー、この最新ニュースをピックアップしました、えー、Spotify がソングライターのページとプレイリストを公開しております、えー、Spotify はソングライターがこれまでに書いた曲や頻繁にコラボしているアーティストを紹介するソングライターページという新機能を公開しましたこのページにはリトゥンバイ えー、このアーティストが書いたプレイリストも新たに登場し要はリ,プレイ、えー、リトゥンバイというプレイリストですね、はい、リスナーはこのプレイリストを再生したりフォローしたりスポティファイの検索でソングライターの作品を見つけたりすることができます第1弾としてはメーガントレイナー、えー、フレイザー・ T ・スミスミシー・エリオットティディ・ガイガーベン・ビリオンズジャスティン・トランターといったトップアーティストのソングライターページが登場しています この機能はまだベータ版なんですが、パブリッシャーと Spotify がソングライターと連携してページを公開できるようになっております。公開したいソングライターはオンラインフォームからこのプログラムへの参加を申請できるようにもなっていますので、えー、ここがですね、非常に違うところです。トップアーティストのみならず、えー、今ね、アンダーグラウンドで頑張っている、えー、ソングライターの方もですね、参加を申請できるようになっています。素晴らしい。 えー、ソングライターページの開始にあたり Spotify はすべてのリスナーのホームページタブにリトゥンバイプレイリストを表示していますこれは日本版アプリでは表示されていないようですね現在はさあそして Spotify はこれまでに音楽制作の舞台裏をもっと称賛していこうとしております2018年にはアプリにソングライターとプロデューサーのクレジットが追加されました えー、このようなクレジットはかつて物理的なアルバムのライ,ライナーノートにしか書かれていませんでしたがデジタルの時代になって抜け落ちていましたクレジットの追加はスポティファイが将来的にソングライターとプロデューサーを特定して支払いをするのに役立つということでもありますこれはストリーミングサービスにとって複雑な問題でありスポティファイにとって多額の出資となっているようです 例えば2018年に Spotify は複数のソングライターに対して1億、えー、1200万ドル約123億円の和解金を支払っています。2016年にはパブリッシャーに対して2000万ドル約22億円で和解しています。Spotify はアプリの変更により状況は 転向してきましたが同年2018年に楽曲のクレジット表示をはじめこれ以降はレーベルやディストリビューターが新曲をリリースする際にソングライターをクレジットする頻度が60%増加したと主張していますソングライターページが新たに設けられたことでソングライターのクレジットを示してファンの注目を引くだけではなくレーベルやパブリッシャー、音楽監督、アーティストがソングライターを見つけやすくなります 今までは新しいソングライターを見つけようと思ったらクレジットを探し回らなくてはなりませんでしたがソングライターページがあればその人の作品をもっと整理された形で見たりフォローしたりするようになりますさあこの素晴らしい機能ですね本当にあの僕の方の解説として言いたいことがいっぱいあるんですけれども、えー、まず僕らの時代は CD を買って えー、この記事にも書いてましたがあのクレジットを見ていきながら誰が作家さんなのかなっていうのをチェックしてましたねでその作家のルーツにたどっていくと意外な音楽性が分かってきて時代の背景がどんどん見えてくる名プロデューサーを探れば今の時代のトレンドが分かるといったあの部分も非常に音楽業界ではあったのでそれがすごいすぐ分かるっていうこのムーブメントの 中心がすすぐ分かるっってていいいううのののはは非常に嬉しいででよよねで何よりもそのソングライターっていうのはなかなか表に出ません、まあ、いわゆるシンガーソングライターといわれるね自分で歌いながら自分で楽曲を制作している人もいれば、えー、ソングライター要は作曲家としてね、えー、多大な功績を得られる方もいれば、えー、っとシンガーとして自分が、えー、シンガーソングライターとしてもやっているんだけども まあ、いわゆる楽曲提供者として、えー、別プロジェクトで動いている、まあ、2足のわらじを履いていらっしゃる方もいてその辺がです、ね、非常に明確になっていくと、えー、ともにアーティスト自身の評価が非常にされるのであの音楽自体のクオリティがが、ね、全体的にアップしていくなと、まあ、そういう意味合いでも非常に嬉しく思っています。 日本の音楽シーンを見ていれば、いわゆる J-ROCK と言われるバンドマンたちはね、自分で曲を書いて、自分らでライブでパフォーマンスをしていくっていうのもあるんですが、いわゆるアイドル文化ってなってくると、ソングライティング誰がしてるかわからなかったり、裏の部分が非常に見えにくい。で、アーティスティックな制作過程っていうのが本当にわからないっていう部分がですね、うん、非常に多く感じられるので、その辺がこの、 オープンソースになっていると、より音楽の質ももちろん上がると思いますし、アーティスト自身の評価もいっぱいされるんじゃないかなと、そう思います。で、えっと、もう一つですね、僕がこの記事を読んで非常に強く感じたのは、あのー、クレジット、昔のね、CD とか、売れた CD とかをね、実は見ていけば、CD の盤をね中、開いて見ていけば分かるんですけど、参加している方が非常に多いんですね。例えば えと歌ってる方、演奏している方、えー、レコーディングエンジニアの方、えー、作曲家の方、でまあ、そのディレクションに入った、まあ、A&R だとか、いわゆる作曲のサポートした方の名前とか、えー、いっぱい本当にクレジットの名前があり、実際どれが誰を何をやったんだっていうのが分からないものが非常に多いですが、 えっと最近のこの楽曲のクレジットとかを見てもそうなんですけどいわゆる少人数制コーライティングワークはまたちょっと置いといてえっとクレジットがえっとはっきりしているんですねいわゆるそのレコーディングからボーカル撮りからミックスマスタリングまでを非常にコンパクトなメンバーでやっているのでえっと曲の出来上がり が非常ににわかりやすいいクレジット表記になっているでもうちょっと言えばなぜこういうことが起きているかというと昔はですねいろんな人が関わって実は一つの音源が非常にクオリティを求められている時代だったんですねいい音楽を作るということはいい音質でないといけないとか新しい音を提供しないといけない新しいムーブメントを作らないといけないという なんかハフトゥーみたいなものがあって時代を追っかけていたんですが、まあ、それはファッションともにそうだと思いますが最近の音楽はですねまあクレジットの名前が少ない状態でなおかつスピードを求められているさらに音楽ジャンルの特定っていうものをあまりしていないこれはまとめるとえー、リアルタイムにいい音楽を作っていくスピード感 そこに対しての、えー、っと、クオリティが求められているということですね。だからブラッシュアップして磨いて磨き上げたいい楽曲だということよりも、今のこの感動をそのまま、えー、早い段階でホットに伝えていくっていうことの方が、かっこよくなっているというのも、えー、非常に感じられます。 なので、えっと、これからですね、このアーティストの、えー、ごめんなさい、リトゥーンバイ、要はササンソングライターの、えー、表記がですね、さらに、あのー、どんどんオープンソースになっていけば、より、この今のお話させてもらったお年ではなく、いわゆるホットでスピーディーなものを作っているアーティストがフューチャーされていくんじゃないかなと、僕は思っています。 えこの他にもですね、Spotify は、ポッドキャスト専用の、ポッドキャスター専用の、いわゆるアナリティクスのログイン画面だったりとか、Spotify f o 4アーティスト、アーティスト向けのアナリティクスのえーページをローンチしていたりだとか、非常に、その、情報発信する側、音楽を作っていく側に、非常に に配慮されたサービスをローンチしているというところが魅力的ですはい。なので Spotify をこれからもどんどん追っかけていきながら、えー、この音楽ムーブメントをですねより加速させていければなと思っております さあ、ということで、ウェルカンマンの、えー、このポッドキャスト、ビジネスについては、最新のニュース、時事ネタ、僕が感じたことを、えー、発信していますので、ぜひ、YouTube ではチャンネル登録、えー、Spotify のプレイリストではフォローなどを SNS でもあの、ぜひともご協力いただければと思います。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。